はい、どうも。はい、どうも、リオンです。新年度も始まって、皆さん、学校や会社、どうですか？僕は、まあ、いつも通りです。今回は、最近僕のことを知ってくれた人も多分多いと思うので、質問コーナーやってきます。事前に Twitter で質問聞いたんで、それにいくつか答えていけたらなと思ってるんで、それではやっていきます。どうぞ。中学生の時にやっていたスポーツを教えてください。お願いします。僕は中学生の頃はサッカー部でしたね。サッカーやってました。はい。言っていたかもしれないですけど、ダンスは独学ですか？今現在カラオケの点数は何点満点になりましたか？ダンスは基本独学っていうか部活でやっていたので、まあ自分で動画撮ってできる人に聞いたりしてっていう感じですかね。まあ独学、半独学みたいな感じですかね。わかんないとこは聞いてやってます。カラオケの点数は89点満字です。踊り手になろうとしたきっかけは？これは暇だったからです。はい。やることなくてなんかやってたんで、ダンスを暇だった。好きなボカロ曲と好きなボカロ P さんは憧れの人とかはいますか？ロストワンとか意外とずっと好きですね。ロストワン、ロストワン好きです。ボカロ P さんは正直全然わかんないです。全然わかんないです。はい、全然わかんないです。はい、全然わかんないです。憧れの人はボルピス・カーターさんとかマフマフさんとか、あとリブさんとかも好きですね。ダンスを始めたきっかけ、先輩が踊ってんのを見てかっこいいなと思ったから始めました。なんでそんな高い声が出せるの？その声は私にくれ。それと本当の年は？永遠の17歳は許しません。高い声は別に僕は出せてない。僕の高い声は裏声だと。本当の年齢は、本当の年齢はね、別に特に非公開ってわけじゃないんですけど、僕は ブレイク以外で得意なジャンルはないですね。私、元踊り手です。まだ15歳ですが、1年間やってました。未熟者ですが、いつかまたやるつもり。頑張ってください。なんだろうな。大丈夫です。僕もまだ1年やってません。10ヶ月ぐらいですね、僕も。まだ1年やってないんで。大丈夫です。やりましょう。まあ、年関係ないんで。名前の由来は何ですか？名前の由来は、昔ドラゴンクエストで使っていた名前ですね。ゲームの名前です。リオンくん質問です。ダンスをいつから始めましたか？僕は高1から始めましたね。高1から始めてます。はい、高1からです。今後コラボした踊り手さんをいろんな人としていきたいなと。誰がいいとかいうのはないんですけど、やってください。おはようございます。リオンくん、好きなアニメありますか？野良神とか好きですね。野良神デラララとか好きです。はい。将来の夢は何ですか？10秒以内に答えてください。楽して生活することです。どうしてくしゃみがそんなに可愛いんですか？じゃあ僕はくしゃみ可愛いとか思ったことないんですけど、癖でなんかそのくしゃみする時も裏声っぽくなっちゃうんですよね。だから高いんじゃないですか？か。一番最初に踊れるようになった曲は何ですか？別に僕踊り手始まりじゃないんで、別に踊れるようになった曲とかはないんですけど、初めて振りとして曲でやったのはテクノブレイクって曲ですね。踊ってみたの曲などはどのように決めていますか？踊りたいなと思った曲を踊っています。人生とは何ですか？人生とはね、なんか生まれてから死ぬまでの思い出作りかなっていうふうに思ってますね。なんか特に何かをしなきゃいけないとか、何かを絶対するんだみたいな使命感を持って人生行っても楽しくないと思うんで、その時その時をね、やっぱ楽しんだ方がいいと思うんでね、僕はですけど。やりたくないことをやるとかは、身長体重足のサイズ、はいどうぞ。身長172センチの体重70キロぐらいですね、確か。足のサイズは27。リオン君の座右の銘って何ですか？僕の座右の銘は、やりたいことをやりたい時にやるですね。これからの踊り手としての目標は、まあ無理なく頑張る。リオン君はライス定食作れますか？いただきます。作れます。余裕です。作れます。最後に食べたライス定食はいつですか？その女子力は普通に生活して備わったんですか？パンケーキなど。最後に食べたライス定食は今さっき初めて食べました。女子力っていうか、別にパンケーキ作れるのって女子力、僕的にですけど、パンケーキ作れるのは女子力じゃないと思いますよ。粉入れっていう卵あって焼くだけなんで、はい。
はい、別に女子力ではないと思います。はい、タンスの角に小指ぶつけてください。それはやばい、それはできねえよ。それは社長のお前持ちネタと言っても過言じゃない。それはマジで